奈良市の中屯地とは、千葉県船橋市に所在する第一空挺団頭が駐屯する陸上自衛隊の中屯地である。高架訓練等奈良市の中屯地の奈良市のは、江戸時代は徳川幕府直轄の牧場の一部で、山と田原と呼ばれていた。1872年に大日本帝国陸軍が連兵場を設置し、翌1873年4月にこの地で行われた。 陸軍の大演習に明治天皇が望まれた際に、その志に習うということから、この辺り一帯を広く、奈良市野と呼んだことに由来し、隣接する奈良市野演習場の一部は、船橋市奈良市野という地名になっている。陸上自衛隊の中でもラグビーが盛んな、駐屯地として知られる。駐屯地司令は、第一空挺団長が兼任する。近隣に奈良市野演習場があり、 中東部隊の各種訓練に使用されている。空底降下の訓練に使われる高さ80メートルの降下訓練塔は海空の操縦訓練生のパラシュート訓練にも使われる。敷地には隣接して航空自衛隊の奈良市の分屯基地があり地対空ミサイル部隊である第一降射軍第一降射隊が中屯している。近接する奈良市の演習場の一角には 第一校舎隊のミサイル発射場地区がある。所在地は千葉県船橋市役園台3丁目20番1号。敷地は八千代市にまたがっているが、奈良市の市とは市境を接するだけである。奈良市の中屯地という名称ではあるが、所在地は船橋市であり、奈良市の市には所在していない。これは奈良市の演習場も同様である。これは奈良市のという地名をめぐる、 歴史的経緯が影響している。陸上自衛隊の駐屯地としての奈良市の中屯地と航空自衛隊の基地としての奈良市の分屯基地は実質的には同じ敷地内にあり工事住所も同一で敷地内がフェンス等で区分されているわけでもないが管轄としては陸上自衛隊と航空自衛隊と定別の中屯地とされており奈良市の分屯基地指令は 奈良市の中屯地司令とは別個に存在し、第一校舎隊長が兼務している。奈良市の中屯地正門中屯地の一般公開は、陸上自衛隊と航空自衛隊の合同で開催されており、陸上自衛隊奈良市の中屯地創立記念行事と航空自衛隊奈良市の分屯基地会長記念行事は、毎年同日に行われている。毎年4月第1週の土曜、または、 日曜に行われる。毎年8月の第1土曜日から2日間、開催される恒例の夏祭りである。落下山訓練等周辺の広場を中心に、自衛隊側、市民側の多くの屋台が出され、近隣の住民が多く集ってくる。自衛隊車両の体験史上や落下山体験、落下山訓練等を囲んでの盆踊りが行われる、ほか、1日目には、花火も打ち上げられる。 花火開催日は周辺の路上や外区で見物をする人もいる。ありがとうございます。